はい、というわけでどうもマルトラです。今回は妖怪ウォッチ2なんですけども、久々になってしまいましたね。ちょっと最近ポケモンにドハマりしていまして、ちょっと妖怪ウォッチおざなりになったんですけどもちょっとやっていこうかなと思うんですけども、前は確かなんかタイムスリップして過去に来たんですよね。だから、そっからなんかなんとかしようっていう話です。頑張っていくんですけども、まずはじいちゃん探そうというわけで、まあおばあちゃん家入りましょうかね。久々やねえ。あふうやん。桂三って言うねんな、僕のおじいちゃんは。その、今は亡くなってるじいちゃんを探しに、過去に来たという感じらしいです。はい。ほんで、その、僕のじいちゃんは何やら妖怪と繋がっているという、のなんかこの冬なんか言ってるんですよ。で、この冬にゃんの中身がカジさんって言うねん。これびっくりしたわ。桂三の秘密基地へ行ってみようというわけで、これどこなんですか、その秘密基地というのは。一切わからへんねんけど、ガチャ引きたいねんな。現代に戻れへんの。僕めちゃめちゃ、あららららららら。呪われていらっしゃる。これ、うわ、ド変態や。ただただ呪われてるお兄さんかなと思ったら、仮面つけたド変態やった。海馬に取り憑かれた人間、海馬。妖怪とはまた別の存在が出てきた。この世界にはいろんな人間じゃないやつが住み着いてんねんな。怖いな。なんか今離れたな。これ妖怪ウォッチでも見えへんのか。まさかの妖怪とは別の人外が出てくんの、この2って。めちゃめちゃ面白いやんか。この世とは思えないあの凶悪な姿が見えないんですか。あ、ウィスパーには見えてるんや。さすが妖怪のスペシャリスト。この人間以外の人外も見えるとか。お、うっすら見えてるわ。なんじゃあの化け物。あれがカイマ。通常の妖怪とは比べ物にならないほど邪悪な存在。あ、一応妖怪は妖怪なんやな。人間に取り付き、人の中にある悪い心を膨らませ、お互いに喧嘩させてしまう。なるほど。喧嘩やねんな。殺し合いじゃなくて、そこ優しいねんな。あ、なんかウィスパーに取り付いた。あ、ド変態やん。いつもと変わらないな。あー、なんかムービー来たわ。これはちょっと。え？あ、これ おじいちゃん僕の。めちゃめちゃ僕やん。めちゃめちゃ僕やねんけど。で、おじいちゃんにはこのカイマが見えてるんや。おじいちゃん何もん？マジで。ほんで、あの、声はあんま聞いてへんかった。声どんなんやった？誰かの声うるさすぎて声聞いてへんかった。これおじいちゃんやんな。カイマどっか行っか？カイマ見た目かっけえな。あ、どっか行った。ウィスパーキー取り戻したと。まあ、そのまま取り付いてくれてもよかったけど。いいねー、おじいちゃん。分かってらっしゃる。全人類の願いを叶えてらっしゃる。おお。おお、ちょっとケイタとは声違うねんな。おお。これじいちゃんやんな。僕はおじいちゃんの血引きまくってんねんな、そう考えたら。おじいちゃん子やったんかな、僕は。あ、どっか行った。やかましいやつやな、あいつ。動きがやかましいわ。小学生か？あの感じ。この家の近くにそういや小学校あったな。そこに通ってんのか、あのじいちゃんは。そんなことより僕、現代に戻ってガチャ引きたいねんけど。ガチャ、お前、大丈夫か？お前、しんどい。取り憑かれてないのに、しんどいんかいな。それ妖怪のせいじゃなくて、お前生活習慣見直せ。桂三の秘密基地に急ごうというわけで、なんかこっち側にあるらしいんですけども、あ、これダンジョンではないな。めちゃめちゃ秘密基地豪華やんこれ一人で作ったん、じいちゃん、すご。あれ20世紀少年、はあ、時代やね。60年前、もう1900発売日から考えたら50年ぐらいか。あ、20世紀少年、すごいね、これ。なに、ほんでムービーか。あ、ムービーやったわ。あ、じいちゃん、やっぱめっちゃ顔めっちゃ一緒やな。あ、ほんで対比や、赤と青で。なんでここまで、うわ、イケメン。
めっちゃイケメンやん。ケイタをキリッと刺したようなケイタのふぬけみたいな顔がちゃんとなってる。さっき私をボコボコにした。そうなんですよね。冬にゃんとはマブダチなんかな。カイマに襲われる恐れがある。そう思わねえか、ケイゾウ。ケイゾウはなんなん、こいつ何マジで、なんで妖怪見えてんの。マルトラはお前の孫なんだ。というわけで、どうもこんにちは、未来から来ました孫で、俺は一人でカイマと戦うんだ。というわけで、カイマはなんなんマジで。お友達のフーナの頼みでは、はるばる未来から来た私たちの立場はありませんのよね。現代に行ってガチャ引きたいわほんまに。俺に友達はいねえ。あ、そういう系か、ケイゾウくん。俺は一人で十分だっていう、そういう性格の持ち主ね。なるほどなるほど。ケイゾウの友達じゃないの、フーニャンは。どうなんだお前は、どう答えるんだ。友達ちゃんかいな、そこバッサリ行くん。これで、あ、大事なようですか、行ってらっしゃい。これでおばあちゃんと出会って人の優しさを知るんじゃん、この系図。それで結婚するっていうハッピーエンドなんじゃないのこれ。なあ、これ絶対そうやで、絶対そうやで。ふうにゃん、友達じゃないって言われたもんな、目の前で。そんな悲しいことある？今まで友達やと思ってたのに。ケイゾウの手がかりを探そうというわけで、ピンピカピンに光ってるわこれ。ガッツ仮面、無敵王者ガッツ仮面。なんじゃこれ、昭和なヒーローですね。ケイゾウがすごく憧れてるヒーロー、無敵王者ガッツ仮面。へえ。愛とガッツと根性で世界にはびこる悪を打つ無敵王者ガッツ仮面、世界は友達全部守るぜ。あ、こんな、なんか、戦隊もみたいな感じか。なんやらじゃ、みたいな。なるほど、なるほど。僕も見てましたね、昔。懐かしいな。ごっことかようやってたな。まだまだ手がかりあるやん。手がかり全部見なかんのか、これ。うわ、すげえ。もう、妖怪ウォッチの、絵描いてるやん。そのノートは、建造がいろんな発明のアイデアを書き溜めたもので、最初に妖怪ウォッチを作ったんは系造なんだ。ますますおじいちゃん何者なん？なあ、偉大な人やった。妖怪ウォッチはヨップル社のスティーブ・ジョーズが作ったはず。ああ。なんじゃこいつ。あ、スティーブ・ジョブズじゃなくてスティーブ・ジョーズやからサメってこと？おもろいねえ。ネーミングセンス抜群やねんけど。遥か前に第1号の妖怪ウォッチを作った、いや正確に言えばこれから作り上げるのは系造なんだ。じゃあおじいちゃんがそのヨップル社の元祖みたいなもんなんかな。系造が作った妖怪ウォッチ、あれさえあればカイマとも戦える。あ、じいちゃんの妖怪ウォッチの方がグレードアップしてるんやな。昔の妖怪ウォッチではカイマの姿を捉えることができたようです。ああ、僕は最新版やからそこをシャットダウンされてんのか。カイマのいない現代では必要ない。あ、だからか、いらない機能っていうことやな。なるほどなるほど。じゃあ、ケイゾウさんには妖怪ウォッチを作ってほしいもんですね。ケイゾウと仲良くならなあかんの。あんな頑固野郎と。あいつと仲良くできる？時計の調子堂に大森神社と桜町鉄工所。この3カ所で部品を調達して組み込めば妖怪ウォッチは完成するようだな。というわけで、まあ部品集め、これで、桜町、桜ニュータウンの前の町やな。お母さんとかはいいひんのか、まだおじいちゃんがあんな姿やから。じゃあちょっと桜町行きましょうかね。あ、俺たち元の時代に帰れないってこと、なんか衝撃の事実、なんか現代に戻れへんらしいですわ。はい、これはマジでタイムスリップ、じいちゃんと仲良いならタイムスリップできひんのか。なるほど、そんな SF チックな妖怪都合よくいるわけがございません。というわけで、このタイムスリップを可能にしてくれる妖怪がいるんか。そんな都合へ妖怪マジでおるんか。この辺りでよく休んでたはず、君も一緒に妖怪ウォッチで探してくれないか。というわけで、
鏡、あの鏡の進化系みたいなやつがおるんか、この辺に。へえ、これはどこや。お前ではないよな。剣王と村ワープ、これ雲外鏡か。この雲外鏡の進化系がおるんか。どこや。おっとった、なんじゃこいつ。マジで雲外鏡の進化系や。雲外鏡のレトロな存在。あ、全然違った。門みたいな、ちっちゃい。誰や、新キャラやなこいつ。こんにちは。雲外三面鏡、完全に進化系や。雲外鏡進化したらこいつなるやん、絶対に。友達になりました、早速。何もしてへんのに。ええやつやなこいつ。雲外三面鏡。あ、声一緒。やっぱり進化系やな。ありがとう。じゃあこれで現代に戻れるようになったということか。これで自由に現代と過去を行き来できますというわけで。都合良すぎた。ありがとう。雲外三面鏡で時代を超えようというわけで、雲外三面鏡、三面鏡の次から使えば現代と過去をワープすることができます。時代を超えることで新しい発見があるかもしれませんね。雲外三面鏡の力を借りて2つの時代を楽しみましょうというわけで、これはやり込み要素めちゃめちゃあんな。やり込み要素バンバンやん。そりゃパート100まで行くわ。じゃあストーリー進めんと現代戻りますわ。なんじゃここ、どここれ。あ、ケマモト駅か。はあ、戻ってきたわ。で、雲外鏡おらんのかここに。おっとおっとった。まあそうか、現代全然喋りかけてへんわ。そういや、雲外鏡ワープできる？どっかに。今おばあちゃんち正面よ。うーわ、これはめんどくさ。これめんどくさいからやっぱ過去戻るわ。いちいちまたあの電車乗り継ぎせなあかんやろ。それとめんどくさいから裏作業で片っ端雲外鏡に喋りかけとくわ。だからガチャは次回引きますわ。今回はもうすんなりストーリーやります。はい、パート100まで行きたないんで。あ、大事な話。なんやこれ。マネー、お金について。あ、金ですか。60年という月日は私たち妖怪と違い人間にとってあまり長いもの。あ、そうか、現代の金使えへんわ。そういや、お金の種類や物の値段も大きく変わってしまい面倒なんですが、有能執事であるこのウィスパーにお任せあれ。うまいことやっていつも通りお買い物なんだそれ。超能力も使えんのこいつ、天才やん。あ、蒸気機関車いいなぁ。蒸気機関車とかあったなぁ。京都のね、僕地元京都なんすけども、梅小路公園という有名な公園あんねんけど、そこにね蒸気機関車がねなんか定期的に通んねん。その音クソうるさくて泣きわめいてた思い出があんな。今でもちょっとトラウマやもん、蒸気機関車。さあ桜町に来たんかな。うわ、ええわー、めちゃめちゃええやんこの昔の感じ。 BGM もなんか優しい感じでええやないか。なんか夕日を歩きたくなんなこの BGM。 ほんでこれ裏山とかは、あ、大森山あるぞ。あるわ、下のマップに映ってんねんけど、こっち大森山。大森山にそのガチャあるよな。まあ僕今もガチャコイン持ってへんねんけど、これはおそらくガチャこの過去でも引けるってことちゃうこれ。あ、この辺りに妖怪ウォッチの部品となるものが何かあるはずなんですが、あ、そうか、ここにもあるんか。そういや、あ、妖怪くん、ちょっと待ってね。お主ちょっと待ってね。そんなことよりこっち行きたいねんけど。あ、通れるっていうことはガチャ引けるんかこれ。あ、ガチャ引けるやん。ここでもガチャ引けるんは嬉しいね。まあないんですけども。じゃあ銀行もあるっぽいな、この過去にも。あるっぽいとか、まあ過去にもあるか、そりゃ銀行は。じゃあ前ね、なんかパスワードをね、ギョンギョンにもらったんで、コメント欄で。ちょっと、そのパスワードを、また次回打って、最初の、まあ時にやるか。次回の最初にやるわ。
ガチャは。今日はもう単純にストーリーやりますわ。あ、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 駒次郎や、駒次郎、おい駒次郎なんですけども、オラのこと見えてるずら、かわいいな駒次郎。てことは駒さんもおるんか。なんで駒次郎なん最初に。普通最初駒さんじゃないの。駒次郎きちぇー、これは駒さんの兆しが見えるぞ。あ、兄ちゃんの手紙、兄ちゃんの手紙、兄ちゃん、この前兄ちゃんから届いた手紙にそんな名前が書いてあった気がするずら。ずらええね、友達になってくれへん、友達になってくれへん、駒次郎。なあ駒次郎、駒次郎どんくさいね。兄ちゃんからの手紙が見つかんないらしいですわ。花道商店街近くのお稲荷屋さんで、兄ちゃんが無事に帰ってきますようにって願いした時にボロッと落としちゃった。かわいいね。俺の代わりに取っていってくれないずら。あ、もう喜んで喜んで取りに行きましょう。はい、あなたたち駒次郎一家が、うん、何でも言うたら僕何でもしますわ。うん、人殺せても人殺す。さあ商店街着きまして、この奥やな、ここに駒さんの手紙。これは駒さんにもうすぐ会えるという、なんじゃこいつ、無視、この辺の雑魚妖怪無視せえへんかったらちょっとあかんから戦いたかったけども、これでコマさん、コマジローのところに戻ればええねんな。さあコマジロー、手紙持ってきたぞ。コマさん、この調子でコマさん呼んでくれへんかな。気をつけるずらよ、これ友達になってくれへんかな。手紙なんとか書かれているか教えてくれコマさん。全力コマジロー、オラズラ、オラズラ、かわいいね。コマさんずらよ、田舎から出てわざわざ最初から読まなくて、おど、黙れボケ。兄ちゃん旅の途中さで慶三って人間の世話になったそうずら。でその人間にお礼として神社であの鈴を渡すと約束したから、その人間さ来たら兄ちゃんの代わりに渡しておいてくれって書いてあるずら。ほう、あの鈴って何、何それ、モンゲー鈴、モンゲー鈴、これ商品化されてないの。10個欲しい。もらいましたわ、モンゲー鈴。なんか猫の形してるやん。これめっちゃ欲しいねんけど。ワンチャンリアル商品になってる可能性あんな。これ。まだ鈴はあるズラ。気にせずに持っていくズラよ。ありがとうね。友達になってくれへん？なあ、コマジロー。あー、頼み事解決だけか。まあ、一応キークエスト一つ目、クリアしたんですけども、コマジローと仲良くなりたかったな。これはお近づきになりたかったね。っていうわけであと2つキークエストあるんですけども、これはちょっとめんどくさいんでやってきますわ。かわいい、今このアイキャッチ史上一番可愛かったぞ。さあというわけでキークエスト全部クリアしてまいりました。これで、妖怪ウォッチの部品全部揃ったんで、あとは慶三を探すのみなんですけども、いなかったんですよね。まあ、妖怪ウォッチ完成しませんものね。というわけで秘密基地戻ってみましょうと。これは、まあ、今日中に完成させたいねんな。さあ秘密基地戻ってきたんですけども、おるかな慶三くん。あ、おる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 、慶三よ、部品集め。あららら、めっちゃ怒ってらっしゃる。出会いは最悪、ラブコメが始まるやない。お前らが集めてきたっていう部品全部ここに出せというわけで、なんか話聞いてくれるらしいですね。さあ新しいストーリー始まりました。妖怪ウォッチゼロ式、かっけー急にかっこよくなった妖怪ウォッチか。何ゼロ式って、妖怪ウォッチの誕生に立ち会えるなんて夢のようですね。そうですね、まあここから始まったって言っても過言ではないからね。この妖怪ウォッチが、この妖怪ウォッチがなかったら僕はこの白いバケモンとも出会えなかったわけやからな。さあゼロ式が完成したんか。こいつはまだ試作品だからな。パワーアップしました、ゼロ式が。こいつをつけてみろ、どんな見た目これ。うわ、かっこえ
ド派手やね。絶対こっちの方がデザインええやん。これでカイマとも戦えるようになったんか。ゼロ式ボタンを押して、ゼロ式ウォッチにチェンジ。ゼロ式ボタンをタッチすればバトル中にゼロ式ウォッチに切り替えることができる。バトル中にゼロ式ウォッチ、何それ。ゼロ式ウォッチに切り替えると技が G 技に、狙うがつつくに変化する。あ、何、ちょっとなんかそういうなんていうの、進化すんのか。はあ、 G 技を使うと通常の必殺技より強力な技を打てます。あ、ただし威力が強力なので隣にいる妖怪の妖気ゲージも消費する。あ、なるほど、三味一体やな。あれみたいやな、化身アームのみたいな、化身アームとちゃうか、合体の化身すら、あのグリマテグリフォンみたいなね、うん、同じレベル5で言うところのそういう感じやな。つつくはサボったり取り憑かれている敵を選んで下画面でタッチアクション、敵の妖怪をタッチして様々な効果の壺をつつくことができる。あ、北斗の剣やな。上空に落ちてつつく壺を選ぶのが戦いを有利に進めるコツですよ、というわけで、また新しい操作が増えた。召喚、何これ、何この召喚って。召喚のチュートリアルがなかった。召喚って何ってなわけで、冬にゃんと慶三がどっか行ったんですけども、ちょっと試してみたいよね。このちょっと待って、召喚って何や、この召喚。何これ、これ、これ何、あ、なんか、何これ、何これ、おお、おお、あ、いちいちこのエフェクトを見れるってこと。うーわ、この妖怪をまじまじと見れる。すごっ、これはええやん。これもうなおさらコマさんに出会いたくなってんけど、早くコマさんに会いたい。じゃあちょっとあれやな、寝違える先輩みたいわ。僕の寝違える先輩どこにいる。おった、寝違える先輩。これちょっと見たいわ、寝違える先輩。これどんな、え、何これ、下画面で位置タッチ、何、何？ニョロロロン召喚であります。え？寝違える。曲流れるんじゃないの、なんか仮面ライダーみたいなアクションなってんけども。なあ、ほんで充電が切れそう、やばい。ちょっともう一回やっていい？おっと、召喚の構え。おっと、召喚の構え。ニョロロン召喚であります。これめっちゃ仮面ライダーやん。仮面ライダーなの、機械音に似てんな。懐かしいね、見てましたね仮面ライダー。あの、このメダルによってこの妖怪ウォッチの色が変わんねん。寝違えるはなぜかゼロ式なんねんな。なんでな。じゃあババアは、ババア、僕がガチャで神引きした。あ、ババアは普通や。ババアちょっと見るか。ババア、ババアかわいい。ポカポカ、声めっちゃええやん。ポカポカの歌めっちゃええやん。ちょ、もう一回聞きかい。ほんでもう一発で覚えたわ、ポカポカの BGM。これええな。これ何回でも聞けるわ。あの、ミソとなってんのは、いっちょやるかのルーがね、下巻いとんねん。いっちょやるかやーって、下巻いとんねん。僕、下巻けへんからあるんだけども。これええな、ポッカポッカ。ポッカポッカめっちゃええわ。ポッカポッカなんかよーかいっちょやるげーやるげーのところええわ、やるげーのところめっちゃええわ。はい、というわけで充電切れそうなんで終わりますわ。